高校は、春秋時代の子の君主。姓は、縄、あるいは埋謀。漢光の子。紀元前567年3月、漢光が死去すると、後を継いで、琥珀となった。紀元前564年10月、進む、姓、老、宋、守る、宋などの諸公と共に、帝を攻撃した。紀元前563年春、進むの痛み公。 生の静子行、老の上行、僧の平行、守るの健康、僧の成功らと呉の差で会合した。紀元前562年4月、進む、生、老、僧、守る、僧などの諸公と共に、帝を攻撃した。9月、再び諸公と共に、帝を攻撃し、商業で会合した。紀元前559年1月、呉の向きでの会合に大部を派遣して、 クレのためにスワイを攻撃する計画を議論させた。4月、進む、せい、ロ、ソウ、守る、ペイ、ソウなどの諸侯と共に旗を攻撃した。紀元前557年3月、進む、ロ、ソウ、守る、ペイ、ソウなどの諸侯と針で会合した。紀元前555年10月、進む、ロ、ソウ、守る、ペイ、ソウなどの諸侯と、 ロズミで会合し、共に、聖に信仰した。紀元前553年6月、進む、聖、老、宋、守る、帝、宋などの諸公と千円で名を結んだ。紀元前551年冬、進む、聖、老、宋、守る、帝、宋、主などの諸公と、砂づいて会合した。紀元前550年3月、死去した。在位17年。 ありがとうございます。